ご紹介いただきました戸塚でございます。よろしくお願いします。今日はありがとうございます。この左の写真の方のですね、1905っていうのが見えませんか。ここにあるんですよね。で、この1905というこれがですね、皆さんはウルサ条約というふうに聞いておられるんじゃないかと思いますけど、1905年の11月の17日付の条約なんですね。これが、いわゆるですね、保護条約というふうに日本では呼ばれてますね。それでこの安住軍がですね、この条約のことをですね、この表紙のこれ、石碑をですね、写してる。中にはもう少しクリアな写真が一つありますけど、これは私が撮ってきた写真なんですが、これが安住軍記念館にあるんですね。これが伊藤博文在役ですね、15か条。これ1っていうのはですね、いわゆるその民貴 の暗殺のことを書いてますね。これ第2の罪悪に挙げてるのは1905年11月17日に徳須郡ですねの方に、その日本軍が押し入ってですね、それで、韓国の閣僚たちをその銃剣で取り巻いて、そしてこの結ばせたと言われている、いわゆるウルサ条約を強制したということをこの2に入ってですね、そういうようなことがたくさんある。そういうことを伊藤博文がやったから、だから伊藤を撃ったんだというふうに検察官にですね、これは漢文で書いて説明したです。で、その日がですね、後ろに出てますけど、1909年の11月の6日時間まで書いてますね。で、これがその安住軍の署名が入ってます。だからこれがその1905年の ここですね、これが11月の17日付のこの安住軍が 2番目に挙げてる条約なんです。私がこれを見つけたのは1992年の秋なんですね。実は私は1992年の2月の17日ですねに、国連のですね、ヒューマンライツ委員会っていうのがあります。非常に大きな委員会ですけど、そこでですね、いわゆる従軍慰安婦問題をセックススレイブだと言ってですね、国連が取り組むべきだと、日本と被害者の間を調停してほしいということをですね、アジアにはそういう人権機関がありませんので、国連に提起したわけです。で、それが非常に大きな反響がありまして、世界的な反響になったんですね。で、その後ですね、いわゆる戦時の女性対女性暴力というのが非常に世界的に、もともとあった話ですから、それが引き金になっただけですけども、1993年のですね、国連の世界ヒューマンライツ会議というところで、取り上げられまして、そして国際刑事裁判所というのを作ろうじゃないかという話に、具体化していったんですね。で、それが本当に、できちゃったんですね。だから私の国連の発言もその、プロセスの一つなんですけど、想像以上にですね、大きな反響があった。で、その反響の一つですけど、日本政府が反論するんですね。じゃあその従軍慰安婦のそのに対する日本の行為がですね、違法だったという根拠はどこにあるのかと、法的根拠を示せっていうことを言うんですね。で、それで私もですね、国連で同じ問題にぶつかったわけですね。要するに法的根拠。そうするとですね、日本語をいくら調べてもですね、慰安婦を動員するということを正当化するための法令というのはないんですよ。交渉制度だって言うんでしょ。ところが従軍慰安婦の方にはですね、いくら調べても法令がないんですよ。それで
私はその困ってですね、そうすると法律家がやることは何かと言いますと、結局朝鮮から女性を動員するわけですから、朝鮮に対する日本のですね支配権の根拠は一体何だというふうに、まあ、法的に調べていくしかないですね。で調べて調べていって結局ですね併合条約であるとね、それから1910年ですけど、じゃあその併合条約ってどうやってできたんだ、それがいわゆるこの保護条約なんですね、1905年の。それでだからここへ来るわけですよ。じゃあそれがですね一体法的にどういう意味を持ってるんだということを調べなきゃならない。当時私はロンドン大学 の客員研究員でしたので、ロンドン大学の図書館へ行って調べたわけですね。これが見つかった。それが国連で私が初めて慰安婦問題発言したのは92年の2月ですね。その秋にはこれが見つかったんです。本当に幸運だったんですけど、これは国連国際法委員会なんです。これインターナショナルローコミッションなんですけど、それの1963年の報告書なんですね。条約が無効になるっていうのはどういう場合だっていうのことなんですよ。それで国家の代表がですね条約に署名するわけですね。でその署名をするときに代表個人を脅迫して署名させた場合はですね、これは自由意志ではない、だから条約は絶対的無効だと言うんです。でそれとこのもう一つありましてね、こっちのこれその次の条文があるんですけど、この次の条文は国家を強制した場合、これは戦争などでですね国家を強制するわけですね。で国家を強制した場合は国際、要するに国連憲章に違反する場合は無効であった。王様を強制したとか、ね、大臣を強制したとか、その全権代表を強制したとかっていう場合は無効だと。これ非常に大事な原則なんですね。これまでも慣習法上そう考えられていた。だからそれを学問的に整理したらこういう形になりますと。当時の大韓帝国ですねの皇帝や大臣を脅迫して結ばせた、これが絶対的に無効だと。これをその周辺事実を調べてで論文を書きました。1ヶ月ぐらいかけて、私がこれをその学術論文として発表したのは東韓府設置100年という、これは1906年にこの条約に従って東韓府というのができるんです。それが100年の時に流行語学って、私当時留学大学にいましたので、そこの研究史がありますので、そこに発表をしたんですね。これが一番最初の学術的な論文です。でこれ16年経ってるんですよね。でその間ですね、実は私はこれを発表する勇気がなかった。で最初にやったのはですね、実は国連のこのさっきのヒューマンライツ委員会ですね、そこにですね文書を出しまして、で私の名前がないようにして、それで、NGO の名前でそれを出して、でそれを毎日新聞に報道していただいた。だからその事実はかなり広く知られるようになったんですね。ジャパンタイムズも報道してくれました。でそれからその国連で、文書を出すもんですから、その文書は国連の場で配られまして、もちろん、韓国政府も北政府も日本政府も全部その情報を手に入れるというふうにしたんですね。でそれは英語なんですね。で私の名前どこにもないんですよ。だから工夫をしたわけですね。でその工夫をしたりいろいろしてですね、恐る恐るやっと16年してこういう論文を出した。だからこれ非常に情けない話ですけどね、私は日本に言論の自由がないんだなっていうのが痛感した経験なんですね。そうやってこうじわじわ研究を進めて、なんと26年でしたかねここまで来るのにそのぐらい時間がかかったわけですね。2008年12月に
安住軍記念館、これ旧です。新はもっと立派ですね。国立になりました。これなんでここに行ったのかというとですね、実は自流国大学にはこの安住軍の遺木があるんです。3本も研究するということをですね、何人かの教員と一緒に始めたんですね。それでそれをご存知かということで、この伺ってみたかったんですね。それでこの安住軍記念館を訪問したんです。でそしたらですね、いや知ってたんですね。それ見に行きましたと。安住軍のその義教100年ですかねの年にですね、ソウルで大々的に行事をやりたいので、遺木の原本の展示をしたいので貸してほしいと。安住軍の裁判がですね不法だったというふうに思うんだけど、その研究をしてくださいって言うんですね。でそれで私もですね、それじゃその判決をください、判決の速記録があるんですよ。でそれを拝見したんですね。それで研究を始めたんです。1910年の2月の14日にですね、旅人 の地方法院というところで、安住軍の裁判が行われまして、それで裁判所の判決がですねこう言ってんですね。これ右の方ですけど、日韓協約第1条の趣旨はっていうところが始まってるんです。要するにこの日韓協約というのがあって、その第1条に韓国の外交は日本外務省がやると、それから韓国で外国にいる人については日本の領事がその保護をいたしますと。だから刑事裁判の権限も持ってんだということを言い出したわけですね。そして日本の刑法を使うことができるんだ。それでじゃあ学問上日韓協約って何だということで次を見ていただきたいんですが、これはウルノ先生というですね、これ韓国併合についての専門家なんですけど、歴史学者ですが、こういう本を出しておられて、韓国併合に至る経緯、これ左側の方にある この日韓議定書、1904年からですね1910年の韓国併合に関する条約までですね5本あるんです。でこの5本の条約のうちの3番目、これが日韓協約、韓国のタイトルは韓日協商条約、これ1905年ですね。第1条に裁判所が言ってるのはこの第1条なんですね。この後半の方が日本国の外交代表者及び領事は外国における韓国の市民及び利益を保護すべしということなんです。でこれで裁判権があるんだということを裁判所が言ってる。だけど私の研究ですとね、国連が言ってるのは絶対的無効でしょ、この条約は。違法な裁判で、違法な裁判で死刑判決してもそれは殺人になっちゃうんですね、死刑にしたら。それでだからこの条約が有効か無効かっていうのは決定的な問題なんですよ、安住軍裁判によっては。で私はもうもちろんこれを見てですね、この今の判決を見て、これはもう私のこれまでの判決から見たら当然、無効だと、な条約を元にしてんだから不法だと言える。まあ他にも理由はあるんですよ、不法性の。だけどこれは一番重要だと。今のこのね、この海野先生の本に載ってるのは一体元は何だと言いますと、次にあるんですけど、これは外務省が出してる条約集なんです。これは1936年に出した条約集ですけど、ソウルに行きますと1908年に出した条約集もある。条文ですね、これ同じなんですね。当たり前ですけど、ここから引いたんですから。だから海野先生はこういう条約があるということはもうその当然のこととして、こういうふうに自分の本まで出版して主張しておられた。でところがですね、とってもおかしいんですけど、これはですね、イージュンミュージアム、イージュンってご存知ですよね。これは説明を抜きにします。でハーグ実施事件の3人のうちの1人で、ハーグで亡くなった方ですね、その亡くなった場所がミュージアムになってるんです。そこにこれは韓国人の方が作ってるんですよ。
そこにこういうのがありまして、一番右側にこれ、これがですね、1行目空いてるんですよ。何も書いてないんです。さっきのね、外務省の条約書の方では、韓日協調条約って書いてありましたね。韓日協調条約なんて、これ何ですよ、ここに。これ原本です。で、これ、ここに1行目がないんで、じゃあ、日本のものは私見に行きましょうって言うんで、私、日本の外務省の資料館見に行ったんです。で、これが原本、日本の方にある。ここに、1行空いてるんですよ、これ。さっきの外務省のですね、条約集に ある条約が実際に存在するんだという証明は日本政府はできないということなんですよ。別に条約だってタイトルがない条約だって構わないですよ、それは。だけどタイトルがあるとして宣伝してきたわけでしょ。だからそれを証明してくださいって言ったらないんですよ。だから存在を証明することはできないんですよ。1919年の11月17日付の日韓協約によって試験になったでしょ。でその存在を証明してくださいって言ったらこれが出てくるわけです。これじゃ証明にならないじゃないですか。だから私はこの日韓協約っていうねのは存在しないというふうに主張するようになったんです。ここはこれ一番左側特数部なんですけど、2010年ですね、2009年から2010年にかけて何度も国際会議に呼ばれまして、この話でですね、でその時にこの韓国史の韓国のリーダーであるこのイ・テイジン先生って真ん中にありますね、おられるこの先生に連れられて、会議の出席者がここへ見学に行った。ここでですね、閣僚が日本軍に取り囲まれて脅迫されて、外務大臣が署名をして、そして日本の方は林権助が署名している。それがさっきの名前のない条約、つまり草案の段階で止まってるわけですよね。完成してないんです。それでそのこれどさくさですよね、これね。11月17日付ってなってるっていうけど、実際はもうその18日 その未明まで交渉が続いたっていうんですけどね。だけど交渉っていうんじゃないんですよね。伊藤博文がさあ認めろってやって、それその総理大臣がその卒倒しちゃったっていうんですから、その交渉なんていうんじゃないんですね。古城ですね。で古城がこの時にこの玉璽ですねをその押していれば、それは要するに脅迫ではありますけどね、一応相当の重みを持つわけですけどね。押してないんですよ。これ玉璽もここに陳列されてました。これはコロンビア大学にある資料なんですけど、オーストリア・ハンガリーの帝国の皇帝に向けて古城が出した親書なんですね。これオーストリア・ハンガリーだけじゃなくて、列強に全部出したんです、こういうの。全部届いてないんですよ。古城は、私は、そんな同意した覚えはないよと、だからこれは無効なんだということをずっと言い続けてたんです。だから外交権が、ね、失われてない、だからハーグに代表を送りますよということで代表が言ってるわけです。だけどそれは全部無視されちゃったんですね。実は韓国の学者が一番強く言ってるのは、この条約というのは当時の韓国の憲法ではですね、全権が署名してもその後この国王がですね、皇帝が批准と言ってもう一回判を押さないとこれは有効にならないんだと。このさっきの5本の条約ですね、併合に至る5本の条約は全部主権侵害であると、だからこれは批准が必要なんだと。ところがですね、何を言うかというと、日本の学者はこういうこと言うんですよ。この条約というのはその第2種形式の国家管理条約、批准がなくても成立するという条約なんです。その根拠は外務省が
の条約局が出している各国における条約及び国際約束の締結に関する条約制度という調査報告書ですね、1936年のものですけども、これが根拠だというんですね。つい最近ですね、こういうのを見つけたんですね。これオッペンハイムっていう非常にこう権威のある国際法の本なんですけど、条約の問題についてはですね、条約の成立した時の国際法の一般規則で判断しなくちゃいけないこういうんですよ。別の観点からこの日本の国際法の先生も藤田先生がこの東大の先生ですけど同じようなことを言っておられるんですね。これをインターテンポラルローという時差法という、この1905年の11月の17日これが決定的な瞬間なんですね。この時の国際法でなければダメなんだ。でところがですね、さっきの海野先生が言っておられるのは1936年の資料でしょ。だからこれはいくらこの時の資料はこう言ってますというようなことを言ったってダメなんですね、今の時差法の原則から見れば。それでこのもちろんだから1919年とこれは私がある時でセミナーで発表したんですけど、この現在っていうんですね、現在の国際法がどうなってるかっていうことでもダメなんですよ。1905年の11月17日これは決定的な瞬間ですから、この時の国際法でなくちゃいけない。それでじゃあその時の国際法はどうだったか、1905年当時の日本のですね、一番権威がある国際法の本です。著者はホールさんっていうイギリスの先生ですけど、それがこの右側の写真の真ん中ですね、これが原書です。でこれが1899年に出てるんですね。そしてこの左側が 次にできた、これは日本がですねもう翻訳するの間に合わないでしょ、だからこのリプリントを日本で出版したんです。そのくらいですねこの本は当時必要とされた、英語で読んだんですみんなね。これは大きな大学、大阪大学とか京都大学とか東京大学とかそういうところに古くから研究していたところに行けばたくさんあるんです、同じ本が。それでこの右側の国際広報っていうのはこれの翻訳です。でこれは滝作太郎さんというですね、当時は若かった、後に東大教授になった方ですけど、その方が翻訳した大変立派な翻訳です。でこの滝作太郎さんは後々ね、批准がいらないようにしようと思っていろいろ工夫をしてるんですけど、この翻訳をやった時に一生懸命やってこういうこと書いてるんですよ。条約を有効ならしめるためには国家の最高なる条約締結権限を有する機関により批准せられることを要すと、こういうふうに書いてあるんですよ、ね、これが一般原則です。最高の条約締結権を持っているというのは韓国でいうと皇女ですね、王様で皇帝です。でじゃあ当時の国際法でですねどうだったんだろう、これがその今のホールさんのですねその翻訳を私載せておきましたけど、これは滝沢太郎さんの翻訳です。これ難しいんですよ。これ全権代表により締結されたる条約は反対の特約なき場合においては通常の批准を必要とすると書いてある。これね何のことだか分かんなくなっちゃう、法律家でない方は。だけど全権代表によって締結された条約は通常批准が必要だというふうに読めばいいんですね。で間の反対の特約なき場合においてはっていうのはね、条約反対の特約つまり批准がいらないというふうに特別に書いてなければという意味なんですよ。だから何にも書いてない場合は批准が必要なんだと。不存在というのは一番これ条約がない、これが一番ですね説得力があると思うんですよね。でだけど要するにだから完成してないんですよ、だから条約が不完全なものがあるでしょ。条文要するに原案ですよ、原案はある。
ね、日本政府が取ってる、保存してるのは原案、これ英語だとドラフトって言うんです。ドラフトはあるんですよ、ね、だけど完成した条約はないんですよ。完成した条約っていうのは日本政府が外務省がちゃんとプリントしてこういうのがありますというふうに書いてるでしょ。それが完成したものなんですね。でそれはなかったんですよ。ない、今いまだに証明できないです、あれがあったというのは。これがね、これが一番はっきりしてるんですよ。ところがね、なんでごちゃごちゃしちゃうかっていうと、韓国行くとね、いやそうじゃないですで、捏造だ捏造だって言うんですよ、韓国の先生方は。で捏造って確かに捏造かもしれないんだけど、捏造って言ったらですね、あの原本にですね、私がタイトルがありませんよってこのこと言ったら、それをですね、こっそりこうやってタイトル書きに行って書いて、これあるじゃないかと言って見せたら捏造です、これは、ね、原本を変えちゃったら。だけどどうなんですかね、要するにああいうふうにこう条約がないのにあるぞっていうものを条約書に載せてこう書いたら、それは騙したことになるんですね。でもね、要は韓国の方たちが言いたいのは、日本はものすごい悪いと、日本のやったことは捏造だっていうですね、そういうその行為のその悪性っていうんですかね、それを強調されるんですよ。だけどこれを言うよりは、事実そういう原本があると言って証明ができませんというですね、そういう事実を言った方が分かりやすいんだと思うんですよ。これ併合条約無効って言うんですけど、これをですね、どうしてこういうこと言うかというと、実はこの1905年の条約によって投函を作りましたでしょ。伊藤博文が投函で、投函がその伊藤博文を辞めて、この寺内っていう人が来ます。その寺内がですね、投函として署名しているんですよ、この併合条約は。日本の代表だと言って、ね、ところがね、この1905年の条約はないわけでしょ、法的には。ないとすると投函っていうのも法的には不法なんですよね。あるいは無効というか不存在、国際法上はね。その不存在な人間が署名したって、そんなものは不存在だし、だから私はその点でもおかしい。それからもう一つは、当時ね、その寺内は、寺内が全部韓国のその側にですね、この指導をして、そしてその条約を結ばしてるんですよね、併合条約っていうのは。だからこの併合条約っていうのは、寺内が勝手にやったものであって、外交権がないんですから、もうその事実上ですね。でその韓国にその形だけのものを作らせた。でそういうような意味でもですね、その1905年の条約の上に載ってるわけですから、これは併合条約も無効になる。2010年の8月10日に菅直人首相談話というのが出ます。この菅直人首相談話というのはですね、韓国のそこでサムイルが出てくるんですよ。サムイルで分かるように、武力の背景にして韓国の人たちの意思に反して併合条約を結ばせましたということを言ってるんです。それで謝罪をしてるんです。だからこれはですね、ほとんど無効だということをね、認めたのと同じことなんですけど、実際その法的効果については菅直人氏は何も言ってないんです。だけど私から見れば、事実上ですね、認めたのと同じことだと。その徴用工問題が大問題になったのが、これが2018年の10月30日の大法院判決っていうのが問題なんですよね。この大法院判決ってこれ第一章に書いてあるんですけど、これはですね、サムイルを根拠にしてるんです。サムイルのそのを根拠にして、韓国憲法を根拠にして、韓国がそういうことで、ね、独立してるんだから、その植民地支配っていうのは不法だったんですということを言ってるんですよ。そこでですね、
日韓請求権協定1965年、ここで徴用工の問題は終わってるんだという日本政府の立場ですけど、確かに賃金の問題は終わった、そう書いてある。だけどこの不法な植民地支配の下でそういう被害を受けたんだから、それは別だと。植民地支配の問題は全然終わってない、日韓基本条約ではですね。それで、だからその分についてだけを認めると言ったわけです。それで、日本政府はそれをですね、韓国そのはゴールポストを動かしたとかですね、いろいろ言って、安倍さんが特にもうものすごい勢いで韓国を攻めたんですね。で、韓国は加害者である、日本が被害者だと。なぜかというと、それは65年の条約で決まったことを韓国が覆したっていうことを言いたいわけです ね。で、だけど韓国の大本営が言ってるのはそうじゃなくて、それよりもっと前にですね、植民地支配の不法だったと言ってるんじゃないか。で、これは韓国憲法の解釈で、私はですね、これは不十分だと思うんですよ。日本と韓国の関係ですから、やっぱり国際関係だから、国際法上不法なのかっていうことが問題だと。その問題については大本営何も言ってないんだけど、そこはもう日韓できちんと研究をして、国際法上不法だったかどうかっていうのを明らかにしなきゃいけないんだと。それをやろうと言って、この第3章で、日本の植民地支配不法だったのかっていうのは国際法上の問題です。今の問題を問題にしてますね。だから私はその私の検討は結果によれば、韓国の植民地支配は当時の国際法に従っても不法だったと。したがってこの大本院の言ってることはですね、と一致すると。そうなると何だかというと、要は日本が加害者なんですよ、そのこの1905年、1910年とを取れば。その元でですね、不法な植民地支配されてる元でこれだけの強制労働をさせられたんだから、それは日本が言ってるんですね、日本の国内法で徴用という法律を作ってね、強制したんだから、それは別に日本人だってやられてんだから、平等でしょと、別に不法でもなんでもありませんというようなことを言うけど、それは実は国際法上は違うんですよということを私は言えると思うんですね。で、そこでそういう加害者被害者関係を逆転させて考え直したらどうですかっていうことを書いたのがこの本なんですね。それをですね、非常に簡単にまとめたのが次の、これはコリアネット、で、これは韓国政府の広報ページです。で、ここに私が書いた1971年、日韓協約存在しないという、ね、だからアン・ギュン軍の処刑は不法だった、そしてその植民地支配も不法だったということを書いて、これはものすごい短いものです。で、これね、この日付を見てください。これが2020年の3月26日です。2年前ですよ。で、これに対して抗議は一言も来てないんですよ。だけどアクセスはものすごく多いそうです。だけど一言も抗議が来てない、要するに無視なんですね。これだから私が個人で言ってるんじゃないんですよ、韓国政府は挙げてるんですよ。だから私はこれは文句は言えないんだと、日本政府はこの問題についてはね、いうふうに思っております。そしてそのもっと詳しい国際法上の研究は、この歴史認識と日韓和解への道という論文、それを合わせて出版して日本世論調査が出てますけど、でこれを見ていただいたらもっと詳しいことが分かるということで、あります。で、一言もう一つ言うの忘れましたね。実はさっきの菅直人首相談話、これはこの徴用工問題が激烈になった直後に安倍首相が首相官邸のホームページから削除しちゃったんですよ、黙って。で、それは本当に黙ってなんですよ。私はたまたまそれ見つけて、論文も書きましたし、
この本の中でですね、削除しましちゃいました。もう忘却の時代が来たということで、論文載せたんです。ところが、岸田さんになったらですね、岸田さんの官邸のホームページには、黙ってまた復活したんですよ。それでその黙って復活しましたということを皆さんに申し上げておかないと、この本だけだと誤解を招きますので。だから岸田さんはですね、そういうなんていうのかな、歴史をこう抹消していくということはやめたわけですね。だから私はその新しい大統領、新しい首相がですね、話し合って、これを参考にしていただきたいんですけどね、日本側はこれ歴史、こういうその植民地支配責任を認めて、その謝罪をすればですね、いいことばっかりやるよって書いてあるんです、この本には。だから そういうことをその見ていただきたい。決してそんなね、莫大なお金を取られて大変だっていうようなことじゃないんですよ。で、そういうことで新しい時代が来るかなということで、今日のお話を終わらせていただきます。どうもちょっと時間超過してすみませんでした。